白日夢は、谷崎純一郎の戯曲。全四幕からなる。歯科の治療を受けに来た青年が、同じ患者の美しい霊場を見るうち、麻酔の昆水の中で、白日夢を見る物語。1926年、雑誌、中央公論9月号に掲載された。1922年発表の戯曲、白子の湯と白日夢をもとに書いた、ヌードショーのレビュー。 白日夢は、1959年2月から5月まで、谷崎のお気に入り女優、春川真美出演で、日劇ミュージックホールで上演された。白日夢の本案作品はこれまで4度の映画化があり、最初の1964年版は映画化の際に、監督、竹地哲二の脚本が掲載された、雑誌、シナリオに、谷崎が、白日夢の映画化に寄せてという一文を送っている。 この映画は警視庁がエイリンにカットを要請し、歪説映画として有名になった。1981年版は佐藤慶と藍染京子による本番が話題となった。夏の昼間、都会のあるビル6階にある歯科医院では様々な患者が虫歯の治療を受けている。治療室には手術台が2台あり、待合室からは治療室の様子が見え、 病療室の間に受付の机と椅子があり、治療室の奥のドア付近に調椅子がある。歯科ドクトルが2台の手術台の患者を交互に見て治療をこなしていく中、ある青年患者が待合室に入ってきた。顔が青白く痩せている貧乏な洋画家風の青年は神経質そうに他の患者が血に真っ赤に染まったうがい水を吐き出す、様子に怯え目を覆ったりしていた。 そこへ一人の若く美しい霊場が待合室にやってきた。色白でおとなしそうな霊場は黒っぽい一重を着ていて胸や電部の肉付きが着物の上からもうかがわれた。青年はすっかりその霊場の方に目を奪われた。うつむきながらも青年の業種を感じる霊場は着物の襟などを気にしている。洋室さんと呼ばれた霊場が先に治療室に入り、 次に青年が倉橋さんと呼ばれて手術台にかけた。不安そうな青年の横では霊場が上の前歯の裏側に金を詰める治療をしていた。やがてドクトルが青年の方に来て抜歯のためにノボカインを注射した。目を閉じた青年は両手を上げ、物を探るように指を穴はなさせ、やがて目を閉じたまま旋律が止んだ。治療音の響く中、霊場の顔が蒼白になり、 脳貧血で意識を失った。慌てたドクトルと看護婦二人が急いで解放している様子を青年は目を見開いてそっと見た後また目をつりえた。霊場はチョイスの肩に運ばれて帯や襟を緩められて寝かされた。青年はドクトルに虫歯を抜かれ顔面蒼白になり気が遠くなった。名目した青年が昏睡状態になったことを確認して 怪しい笑みを一瞬浮かべたドクトルは看護婦二人に外ドア付近に誰もいないこと見回らせた後、霊場にマスクをかけ、クロロホルムを滴らせた。ドクトルから指示された看護婦二人は昏睡した霊場を奥の部屋に運んでいった。場面は一変。夜の大百貨店の屋上庭園らしきところで農業展覧会が行われ、中央の噴水前の植木鉢が並ぶところどころの ベンチの一つに何かを待つように息を凝らして、倉橋青年が座っている。やがて浴衣を着た、端出霊場が両親と一緒に現れ、景色を展望しているが、時事周囲を気にしていた。そこへ、ドクトルが夫人と10歳くらいの息子を連れてやってきて、霊場と目配せしたのを青年は見ていた。お互いの家族が展望に夢中になっている中、ドクトルと霊場はその場を抜け出し、 青年は二人の後を追った。それぞれの家族が行方不明になった娘や夫を探して去っていくと、再びドクトルと霊状がそこへ戻ってきた。ドクトルはすでに自分のものになっている霊状とどこかで密通するために予約の電話をかけに行った。ベンチで一人待っている霊状の前に青年が現れ、悪いドクトルから霊状を救おうと、ベンチの前にひざまずき霊状の手を取って説得した。 青年は、キャッツがあなたを誘惑したんだと訴え、霊場を罠にかけた悪魔のドクトルを殺すと宣言する。その言葉を物陰で聞いていたドクトルは、気味の悪い調笑を浮かべていた。日中の大阪の震災橋筋のような、静かで人通りの賑やかな街路の中央に、霊場の死骸が仰向けに横たわっている。霊場は黒い人へを着ていて、乱れた。 着衣の襟元と手首に血痕があるが、顔は安らかに眠っているかのようであった。しかし街路沿いの商店では日常と同じように、通行人が品物を見たり、店の小僧が自転車で出かけたりしている。そこへ、刑事と巡査が青年の腕を抱えながら、死骸の前にやってきた。青年の髪や服装はめちゃくちゃになり、手には血のついた担当があった。 なぜ女を殺したのかと刑事が問いただすと、青年は、この女は僕を欺いたと叫び、妻子ある男と不義をした、隠婦だと大声で連呼した。それに気づいた通行人たちは、一斉に、令状の死骸と青年を取り巻き、人殺し、と口々に罵り、青年の隠婦の連呼と相重なる。第一幕と同じ歯科医院の治療室で、 意識を回復した令状が短くを整え、チョイスに座っている。青年は手術台の上で寝かされ、アンモニアにより、ドクトルと看護婦二人に解放されていた。ドクトルは青年にブランデーを飲ませて、手術台を立て起こした。一方、完全に回復した令状は立ち上がって、ドクトルにお礼の挨拶をし、委員を後にした。青年の方は少し休んでいくようにドクトルに促され、 令状の去った後の調椅子によろよろと進んでいった。すでに待合室にいた新しい患者らが治療室に入り、ドクトルは治療のため手を洗い始めた。白日夢の中、公開時のジャックは、銃声の歓喜にのたうつ白い状態。セックスの本質をつく。である。この映画は芸術家・わいせつ家で物議を醸した。キャスト他、スタッフキャッチフレーズは、もう、堕落してますわ。 私、キャスト他スタッフキャストスタッフ2010年春より、新東宝配給にて、全国の成人映画館にて、ピンク映画と同時上映の形で、拡大上映もされた。この2009年版は設定、ストーリーとも原作に、大幅な変更が加えられている。81年版、87年版で、シツを演じた愛禅が、今時はメガホンを取った。 当作品は本番であるかどうかは歌っていないが、愛前監督により、大阪俊介、坂本誠らぬれ場を担当する男性俳優に前張りを張らずにセックスシーンを演じさせるという独自の演出手法で感動シーンを取り上げた。キャストスタッフ、ありがとうございます。